レバナスで銃を手に入れる。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。今日のテーマはこれということでね。 レバナスだけではダメなのと、ポートフォリオの組み方が分からないということでね、資産形成していきますと、まあ、ポートフォリオを組んでいかないといけないとか、リスク分散をしないといけないなどという、ね、ことにぶつかっていくと思うんですけれど、このね、ポートフォリオというのは、まずね、そもそも何なのかと、そしてこれ、組む必要があるのか、組まないといけないんだったら、どういう風にして組まないといけないのかというところを、今日は深掘りしていきたいと思います。それでは、スタートです。 はい。ということでね、えー、まず、ポートフォリオとは何ぞやということで、金融商品の組み合わせのことで、特に具体的な運用商品の詳細な組み合わせを指しますと。えー、ポートフォリオを組むということは、どのような投資信託を購入しようか、株はどの銘柄で何株持つかなど検討するという意味ですということで、えー、金融商品の組み合わせをして、ね、まあ、リスク分散しましょうというのが、まあ、ポートフォリオを組む理由になってくるんですよね。えー、ですけれど、実際に、このポートフォリオを組む理由になってくるんですよね。 ポートフォリオを組むということに対してですよね、今の私たちがどの位置、ステージにいるのかで変わってきます。何かと言いますと、現在1億円以上持っている人ならば、ポートフォリオを組む必要があります。けれども、今1億円ない、いや、今から作るんよという人の場合、まあ私ですよね、今からね、資産を形成していきますという人にとっては、ポートフォリオを組む必要なんていうのは全くないんですね。まず 1>, 1億円持ってる人はポートフォリオを組む必要がある。1億円持っていない人は先に1億円作る必要があるということで考えていただいて。まあ、具体的に1億で出してますけど、資産を作る必要があるということですね。持ってない人。 レバナスにポートフォリオが必要なのかええけどさん、サンイツキさん。株式購入して資産形成していく中でも、ポートフォリオを組みながらね、資産を形成していかないとダメですよっていう人もたくさんいてますよっていう話なんですけれど、えそもそもえ、レバナスにリスク分散をする必要があるのかということを考えていただきたい。個別株やってる方であればね、何株もね、いろんなセクターに分けて持っておかないといけないと思うんですけれど、 ナスダック100は、米国企業100社にすでに分散投資されています。そのナスダック100に2倍のレバレッジがかかっているのがレバナスですから、もうすでに分散されてるんで、これ以上分散する必要がないんじゃないのか、というのが、まあ私の意見なんですよね。えー、そしてこのナスダック100の上位銘柄を見ますと、まあ ね、アップル、マイクロソフト、アマゾン、メタ、テスラ、エヌビデア、グーグルとえいうふうにね、この有料企業が軒を連ねておりますし、なおかつ、これは S&P500 の上位8社と、えー、順番さえ違えど、 銘柄は一緒ということになってますからね、これ以上分散投資する必要ないんじゃないかと、えー、いうことなんですね。えー、ということは、まあ、レバナスっていうのは、まあ、ポートフォリオを組まずにそのまま持っていけばいいんですけれど、えー、ただし私のレバナスの使い方と多分皆さんのレバナスの使い方って違うとは思うんですけれど、えー、私はどうしようかと思ってますと、えー、まずはね、楽天証言で、ね、毎月5万円ずつ。 レバナスを購入していくわけですよ。これを10年間続けることによって、3671万6300円という、ねえー、金額にレバナスが膨れ上がると、えー。このレバナス、膨れ上がったレバナスを毎月ね、2%ずつ利格していったとしても、えー、私が死ぬまで、 レバナスは成長し続けるということで、ね、目減りすることがないということになっておりますので、えー、この、ね、レバナスを使って、毎月のお給料をいただこうということになっているわけですね。えー、そして、えー、まあ約20%税金払ったとしても、まあ、毎月58万7000円という、ね、お給料がいただけるんで、まあ、これで生活していこうと。えー、ただし、これだけでは、ね、暴落が来た時に不安だから、えー、年金もらえるようになっているのは、ね、この年金を貯金に回す。 えー、レバナス58万7千あるうちのね、まあ、8万7千円ぐらいを貯金に回す、えー、不動産の家賃収入もね、貯金に回すということでね、まあ、レバナスが暴落来たとき、えー、貯金から、ね、切り崩せるようにしておこうという、ねえー、ことになってくるわけなんですね。ということなので、えー、レバナスっていうのは、えー、私の中では生活費をね、捻出するものであって、えー、1億円を作るものではないんですね。えー、じゃあ別に、まあ、1億円の資産を作る必要があるということで、まあ、レバナスで、ね まあ3600万ぐらいにはなってるんでね、えー、じゃあここでね、えー、何を使おうかというところで、ソクルのデマになってくるわけですね。えー、ソクルの3年間リターンの方が65.56%、えー、5年間のリターンの方が52.97%と出てますんで、まあ45%ぐらいで今回はね、えー、計算しましょうかということで、60万円初期投資します。まあ私の場合ですと、今一般人サーグでね、すでにこれぐらい持ってますんで、えー、たまたまね、一般人サーグで持ってる金額を入れただけ なんでえここはねえ、好きなように初期投資の方を考えてください。えこれを10年間保有しますと、まあ4,974万2000トンで75円というね、え速度になると。まあこれとレバナスを合わせれば、まあほどほどね、1億円になってるんじゃないかということになるわけですね。まあこれ初期投資60万ですから100万ほど入れておけばね、えレバナスとえ速度合わせてね、u に 資産の方は、まあ、送り人達成ということになっているわけなんですね。この4,974万2,075円から税金引きます20.315。そうしますと、3,963万6,972円になるということなんですよね。このお金を使って、まあ、ポートフォリオを完成させましょうと。まあ、もちろんね、これ、約3,900万にしてるのは手数料引かれますからね。まあ、手数料引かれても、まあ、3,900万ぐらい残るでしょうと。3,900万円を使って、ポートフォリオを を完成させるというね必要があります、えー、なぜかというとね、株式っていうのはどんだけ分散投資しても、私が今レバナース持ってるから、これレバレッジかかってる商品だから、レバレッジのかかっていない S&P500 とか999を買ったとしても、もしくは全世界株式、もしくはインドのね、 株、中国の株、まあ、どの株買ってたとしても、世界的なね、暴落っていうのはね、10年ぐらいに1回来るわけなんですよね。どこにね、株式にどんだけ分散投資してたとしても、結果ね、大なり小なり下がっちゃうんですよ。下がってしまうということは、ここに分散投資してたとしても、暴落来たときは、少しね、心が沈んでしまいますので。 株式が暴落しても、暴落しない資産っていうのを作っておく必要があるんですね。要は株式の暴落が来ても、毎月の収入が減らないものを、これをね、資産にしておく必要がありますよ、ということで、私の中ではここで書いている不動産っていうところになってきます。中古不動産、これのね、売り買いをして儲けるんではなくて、家賃収入でね、毎月毎月お手当の方をいただいていきましょうと、ということになってきます。 で、いつもこれね、言ってるんで、まあ皆さんね、あそうだとね、株とね、中古不動産を組み合わせていくのがね、まあ一番安心だという風にね、思っていただいていると思うんですけれども、じゃあ実際中古不動産でどれぐらいの値段で買えるのかっていうのを、ちょっとだけ見てみましょうかということでね、えー、まずはもうこれは適当に検索しております。姫路市にあるね、一戸建てなんですけれども、なんとね、100万円を切っております。99万円というね、お値段で。これが99万円という ね、えー、市さん、土地ついてるのということでね、見ていきましょう。はい、土地所有権となっておりますの、ね、で、借地権ではありませんと、えー、土地付き一戸建て、姫路の駅から、ね、徒歩、えー、もうね、2万5000メートル、車で40分という立地ですけれども、えー、なんとね、100万円を切る金額であると。えー、これ、県の駐車場内からでしょうということで、見ていきましょうか、もう一つということでね、えー、これも姫路市の方で検索しております。万円 ググググぐッとお値段の方は高くなっているんですけれどなぜかというとねまあこの写真を見てもらったら分かるように2台。 車を2台置けるわけなんですよ。駐車場がね、2台ついていて480万円っていうのはね、なかなかお値打ち価格じゃないのかなと、と、えー、いうことになってます。まあ中身のね、写真見たらあんまり出したことないんでね、私だったらこの値段ではもちろん買いませんけれど、えー、これに差し値をバスッと入れてね、あと100万か150万、えー、値引いてくれるんだったら、その値引いた分のお金を使ってリフォームしていけばね、十分人に貸し出せるだけのね、えー、家に変身してくれると。何、えー、と言いましてもね、 あの、駐車場が2台ついているっていうのはね、これでかいわけですよ。えー、駐車場がね、えー、2台ついてるというのがでかいと。で、こちらもね、スペック見ていきますと、まあ、間取りがね、えー、8SDK ということになっております。なかなか広いですよね。えー、そして、えー、もちろん土地は所有権ということになっておりますので、えー、いくらね、あの、不動産の値段が安くても、借地権とかだったらね、えー、面白くともなんともありませんので、えー、ま、こういうね、えー、不動産を購入していきますと、 ポートフォリオが完成するわけですよ。株、中古不動産、年金、貯金、まあこれだけあればね、我々が一生ね。 遊んで暮らせるだけのもの,、ね、ものが手に入ると。けれど、そこで遊んでしまうと、人生が暇で暇でしょうがないということになりますので、何か自分の好きな、ね、趣味、もしくはお仕事を続けるということになってくるわけですね。えということなので、ポートフォリオ、とりあえずね、今1億円あの人は組んでいかないとダメですけれど、1億円ない人はさっき1億円作ってから考えましょうということで、ポートフォリオ、ね、1億円できてから 何の資産を購入しようかなって、これまた楽しいひとときが待っているわけですよ。えー、それを夢見ていきながらね、毎月5万円ずつのレバナンスの積み立てをしていきながら、え、ソクルの方をがっちりとガチホールドしていくと。このガチホールドっていうのがね、すごく重要になってきますので、今日も アメリカのマーケットは開きませんけれども、22時からレバナスライブの方をしていきます。ガチホールドみんなでしていきましょう。ライブということで、ね、チャンネル登録4000人ありがとうございます。ライブにはなっておりますのでね、えー、皆さんもぜひともご参加の方お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。